極めるぜ。一緒に。 吉宗殿が包囲されています。救援を急ぎましょう。これは無償だ。岩屋城橘山城はすでに落ちていしますが、いまだ吉宗の他に私たちを誘い込む罠でしょうね。 大相撲を救わずして豊臣の大義を果たせ。さすがは鬼島津、したたかで残酷。任せな。 敵はないぜ。本気だぞ。敵の攻勢がやんだようです。兵たちよく耐えてくれました。兵のことだ。もちろんただで窮地に飛び込むわけではあるまい。包囲に徹している時にはむしろ任せな。 隙がある。宗重殿、大友軍の状況は見ての通りほぼ壊滅。生き残った者も橘山周辺にちりぢりだ。ちりぢりか。なれば再び集めれば使えよう。まずは密かに砦を確保するな。 山城の侵入路となる要衝を抑えておけば少数の橘残党も大変に見えよう。これは無双だ。見つかったか。これは大将を狙うのみ。 勝てそうだ。なれば、この戦で毛利の名を。援軍が来てくれたのか。皆を呼び集めよ。我らも今一度戦おうぞ。いつの間にこれほどの兵が。うん、これで橘山城の包囲はなったな。 あとは堅実に攻め進めば雲なく勝てよう。まずは橘山城を落とし、次に岩屋城。岩屋城の守備は薄い。私が自ら落としてくれよう。 勇み足ですね。輝元へ釘を刺しておくべきでした。構わぬ。これで敵の目は嫌でも輝元に向く。となればそれなりの戦い方がある。 テルモトのおとりに背後をつくということですか。仕方ありませんね。南からの進路も確保し、
輝元にも気骨が残っていたが、ならばそうの歓迎をしてやらねばならない。お、輝元にも気骨が残っていたが、すぐ輝元の加勢に見返るものと思ったが、輝元を死なせず戦にも勝つ。そのため最善を尽くしているつもりです。 すでに同時、毛利の一矢はすでに南に放たれていますよ。ここで手が取ったら輝元が危うくなる。いざ参らん。任せな。 岩屋城南の神はどのあんな、あの地を抑えれば悪いんだ。背後から敵が。 下に成り下がった毛利など、もはや我らの敵ではないわ。我らを小馬鹿にするか。受けて立つ。やった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 や
総大将として任せなくての本分を果たしなさい。面目次第もございません。やつらに一杯食わされた。やれ、ここからは始末が本領よ。 島津義久を討ち取るのだ。
励むとよい。剣の極意、掴んでみせる。急げ。敵将を切ってあげたよ。 敵ながら見事な戦をするものよ。かくなる上はわしの自らを相手になるんだ。敵将を切ってあげるよ。やってあげる。受けて立つ。受けていただく。いいよ、やってあげる。最後まで諦めない。この身果てるまで。 やったげ。最後。喧嘩の勝負はこれからよ。総領を失ってなお俺も死なすほど気まずけがたい相手はない。もらいます。チェスト。 切り足りないよ。かわいそうな人はまだいる。島津海弱い。俺はすごいな。だがお前ならもっとやれるさ。身が通るぞ。目に見よう。 おかげさまで勝てました。これで輝元も胸を張って帰れます。どれだけ苦労させられても主家を見限らぬ。兵は生粋の律儀者よな。